寝室を作っていきます。もう何色しか出てこないじゃん。富士山じゃねこれ。あーなんか違うなこれ。やべウィッチ飛んでやってやる。そう。どうもマギマギゲームズです。今回は次から続きてクリーパーハウスを作りたいと思います。爆発しそうなお家にしていこう。なーのねす。よーしやっていこう。はい、とりあえずここをまた作っていこう。一回ちょっとこれいらない。バッキーンで、この中入ってこれ上がってこっち上がって、今回は寝室ですね。とりあえず寝室を作っていきます。まずはここに1、2のベッドで、ここにトラドアで、ここに頭皮の看板を、こっちも頭皮の看板で、左右に頭皮の看板を置いていく。よし。でここに1、いやでもここだと通れなくね、通れないなこれ。やりたいことができないかもこれ。確かにここのこと考えてなかった。はい、ここを削って1、2、3 OK。 あ、でもいいじゃん、いい感じ。すんやマキマキです。結構いいかもこれで。あとはここに2個やって、1個2、オッケー。でこれ明かりセットしたから、ここには本を置いとこう。ここだからおらーんって、ここにいっぱい置いとこう。いっぱい本を置いて、ここにはでっかい絵、これじゃない、もっとでかいやつ、結構いいやつない。すごい、これすごいやつ。違う、はい。もう何色しか出てこないじゃん。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。同じ色しか出てこない。え、今めっちゃ綺麗だった。なんでやねん。違う、なんで今めっちゃ綺麗なのあったんだけど。あった、これ富士山じゃね、これ富士山みたいなのある。で、ここも飾り付けしましょうか。1、2、3、ここに1、2、3、1、2、3、4、5、こう、これこれだね。傑作。間違えた、こうじゃない。はい、で、あと何しようと思ってたんだっけ。あ、こうだ。マジ傑作すぎこれ。ちょっとこれえぐいわ、傑作すぎてえぐい。はいはい、これマジ傑作すぎてやばい剣、マジでこれやばすぎる。待って、俺なんか思い出した。あ、これだ、いらないんだこれ。これこうしようと思ってたんだ。これいらないわ。エンドロットの上にこれできるっけ。できなかった気がするけど。あ、できねえわ、終わった。エンドロット終わった。エンドロット、いや、ここだけをエンドロットにしよう。1、2、オッケーオッケー、いい感じ。そう、エンドロットって結構僕好きだから、エンドロット、オッケー。
おお、なんかいい感じになった。エンドロットやっただけでめっちゃいい感じになったな、これは。やーって引いて、ちょっとマジ傑作すぎ、やっぱり傑作すぎて終わってます。1、2、黄色が全然貼れない。やーやー、オッケー、黄緑色、緑色、やーや、お、置けないか。で、水色。オッケー、いい感じ。すにゃーんってできるし。うお、すげーこれ。で、後ろにはこんなやばい、やばいやつがある。ここには。ちょっとこれやばいっすね。やばくやばいっすね、これは。どっかに花飾ろう。あ、待って。ここちょうどスペース空いてない？空いてない。あ、待って、これテレビみたい。なんかテレビだこれ。なんかほら、こうやってテレビ見れる。テレビはどっかに置ける場所ない。これ、あ、ここに置ける。このテレビのここの端っこに花置くやついないだろ。よし、テレビの端っこに花置いて、よし、ここはもう完成だ。もう傑作すぎ。これって1、2、これって上かぶせられるよね。うん、かぶせられる。一回これいらないから壊して、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、これも貼って、これも貼って。でもこれ貼れるよね。うん、貼れる貼れる。これ上いけない？これ、あ、いけないわ。よし、で、ここ貼って、1、2、3、4、5、6、OK。はいはい。1、で、1、2、OK。もうこれマジでいい。こういうこれマジでこれやばいぞこれ。もう僕なりには100点ですねこれ。僕なりは100点これ。ああ、ここに置いてかまどを置きまくって、やばい、かまどを置きまくってやばいことにして、かまどを置きまくった。こんくらいでいいか。で、お花を置いていく。お花を1、普通はこの上に置いちゃダメなんだけどね。多分焼ける、花が焼ける。 OK。 本と本は置いたか。ま、んで、ここを1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、11、12、13、14、 OK。 もう絨毯敷きまく、もう絨毯敷きまくるかこれ。絨毯敷きまくった。はいはい、5、6、1、2、3、4、5。あ、なんか違うなこれ、やっぱり。なんかさっき結構前からなんか違うなと思ったら、ここが違うわ。ここを掘って、そう、これが正解。1、2で、ここを
こういってこれが正解なんだよね本当は。1234これが正解。1234 OK。 あってここは これ違うな。これが正解ですね。でこれでドアドアやっとドアが敷ける。ここにドアを敷いてカチャコチョ、こっちにもドア敷いて OK。 待って、もまさしくこれクリーパーハウスできたんじゃね。じゃあ待って、クリーパーになんかつけようか。クリーパーにつけよう。巻き巻きといえばなんだろう、あ、マフラー、マフラーつけてあげる。マフラーはやめとくか。なんか余ってる黒色のやつでなんかバッグでも作ってあげようかな、クリーパーに。バッグ作ってあげる。うおーってやって、やーやー、ぽよん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 ジャンプでうふー。よして、使うのはカーペットです。カーペットで上に行きます。よし、ここに1、2、あ、罰金。はいや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 い。やば、これいけね。よし、置けた。でこっちも1、2、3、4、5、6で頭当たったらパッって落ちて、ここにポヨンピン、あ、間違えた。ポヨンピン、あ、間違えた。ピロンピン、間違えた。ピロンピン、オッケー。リュックリュック。いやいや、いや。リュックだから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。ちょっともっこりしてる感を出して、1、2、あっ、真っ黒で全然見えないんだけど真っ黒で全然見えない。これしかも夜だし真っ黒で何も見えないよこれ。1、置いたかもわかんない。やばい、早く寝に行かないと。やべ、ウィッチ、ぽよん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 、怖いから逃げる。怖い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 。はいはい、さよなら、寝に行きます。よし、すんやんすんや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 ん。巻き巻きです。オッケー、はい、よし、こっちこっち。いやー、ウエッジさんいるかな。いる、いないと思ってた。もうトントンでやってやる。ソー、ジャストペレソー、危ね、サリリ危ない、ごめんなさい。即時回復のポーション落とした。よし、バックバック、クリーパーバック、クリーパーにバックしょわせてみた。これ置いてんのかわかんないんだよね、横から見ないと。マジで見えないこれ。1、ここじゃない、そもそも見えないこれ。ちょっと待って、これ嫌なんだけど、なんか1、これなら見えるわ。1、2、3、4、これでいこう。これ4、5、6、7、8、
11、OK、12、13、14、15、16、17、18、19。ここで1、2、3、4、5、6、7、8。あっ、やばい、登れない登れない、通れない。あ、通れた、あぶね。よし、 OK。で、一回これいらないな、これ壊そう、これをこれいらないので、これをこれ自体壊して、やあ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 、オッケー、はい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 、オッケーオッケー。ここでいっぱい掘ってていって、はいはい、リュック感あるこれ、なんか、はい、こうすればここじゃないで、ここに、うん、ここだね。で、あとちょっとガラス取ってやれば完成ですね、これは。20で足りるでしょ。いや、20じゃ足りないな。ちゃんと64持って。やっぱーん、バイバーン、バイナーン、バイヤーン。ここに、ぽよん、ぽよん。よし、こうしたら、あとは、1、2。3、4、1、2、3、4、5、6、オッケー、めっちゃいいぞ、もうこれ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はいはい、オッケー。リュック、リュック、このクリーパーリュック背負ってます。でもやっぱりこの中に黒いの入れるか。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。やば、間違えた、やーやー、おら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 ー、うら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 、はい、いやいや、もともとこれか、はいはいはい、いや、オッケー。あれ、これちょっと違くね、なんか違うぞこれ、形が1、2、3、4、3、4、ここ違うな、ここ掘った方がいい、ここ掘ったらいいや、こうすればいいんだ。どんな感じ今、オッケーオッケー、リュック背負ってるクリーパー、おお。この中に TNT とか入れたらやばいけどな、リュックね、いいリュック背負ってね、クリーパーくん。よっしゃ、そろそろこれで終わりにしようか。I die so just a pellet。 OK、 これマジで傑作すぎる、富士山みたいなやつ。ここで下って、こうして、もう結構マジで、ちょっとさ、これマジで傑作すぎて終わってるわ。おー、これがあんな部屋になってんなんて。ぽよん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 。
行かれちゃってさ、この人取り来てくれなんかくれなんかくれ、はは、うわ待ってこれ迷う、サボエメラルド3個でサボテン1個、まだ砂漠見つかってないから欲しい。あーくれくれ、うん、なんかあげるから、なんか頭皮のドアとなんか交換して。あ終わった、行くよ。取引相手はこれを求めていない。おらーくそ、このぼったくり人め、おらーおらーおら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 、痛い、おらー、さいならグッバイフライデーシューだ。よし、あとはポヨーンして、今回はこんな感じです。まず天空のマキマキさんから教えてもらいます。はい、こちら天空のまきまきでございます。はい、こんな感じでなっております。はい、こんな感じですね。じゃあ一回こっから見てみましょうか。ここね、この塔から見てみましょう。離れたところから見てみます。はい、こんな感じです。トゥットゥルー、結構すごいいい感じの傑作になりました。はい、こんな感じです。じゃあ下に行ってみます。オッケー、はい、こんな感じです。で次、もっと下もっと下、オッケー、はい、こんな感じです。お、すごいすごい、こんな感じになります。でこっち行って、ぽよん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 、まずここはドアです。ドアドア、あとちょっと後ろ見せましょうか。一回これで全部回収して、ここを、はい、リュック作りました。クリーパーさんがなんか物足りないなーと思って、あのリュック作ってあげました。クリーパーさんにほら、リュックリュックリュック作りました。ちょっと待って、まださなんか物足りない気がするんだよな。ちょっと待ってね、ちょっとだけ待ってくれ、あとほんのちょっとで終わるから。ここを一個やって、 B、 いやー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 、 OK、 止めるやつ、お腹止めるやつ、リュックってあるでしょ、 お腹止めるやつ、 あれを今作ってる。はいはいはい、いやー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 、オッケーオッケー、あとちょっと、1、2で、ここにこの中心にこの黒いのつけて、これあの止めるところね。はい、の取り移って、はい、オッケーできました。もう一回見てみましょう。はい、こんな感じでーす。はい、こんな感じになっております。はい、この変な真ん中にあるやつは、天空のまきまきさんから教えてもらいましょう。はい、こちら天空のまきまきでございます。これは何だ、何かというと、ここにはリュック、リュックがあります。ヌック、リュックです。リュックね。このリュックを止めるためにあるのがこれです。じゃあ中に早速入ってみましょう。まず手前の足の部分はこんな感じになっております。絵が貼られていて、ここには本棚がいっぱいあります。はい、じゃあ反対の足の方を見てみましょう。この中にはあのカーペットがあのいっぱい色に分かれていて、ここにはチェストがあります。チェストです。ここには本棚がちょぴっとあって、ここに本棚の階段で、こっから上に行って、こことここがつながっています。外から見るとこんな感じになっております。でここから上に登っていくと、まずここですね、あの絵が貼ってあって、あのケーキおいしそう、あのケーキおいしそうですね。でここに椅子があって、あの植物植物、ここには変絵があって、ここにはチェストが2つあって、このまま登っていくとここになります。はい、こちらには作業台と花と、あのかまど1、2、3、4、5個
これですね。あとはここにいっぱいあります、カーペットが。こっからはマチの傑作なので皆さん見た方がいいです。いや、まあ、ちょっと今見ちゃった。今これベッドです。エンドランプじゃなくてエンドストーンじゃなくてエンドなんだっけ、これエンドなんとかがあって、これ綺麗ですよね。でここにこうトラップドアがあって、ここね、すんやーんすんや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 ん、巻き巻きです。でここにはドゥー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 、本棚があって、上に松明じゃなくてランタンこうエンドストーンに、この上に植物、ここにいっぱいこんな感じになってて、これは超高級テレビでーす。今回はこんな感じです。はい、結構かかりましたね。あとここにクリッパーの皮があります。今回はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回。